1939年、西重戦車長殿を執筆するため大陸で取材を行う菊池博士を案内する再建、細見信夫4月9日から1963年8月10日は、日本陸軍の軍人。陸士25期。最終階級は、陸軍中将。長野県東千曲郡松本町にて、半次、岡間さずみの子として生まれる。後再建家に養子に入る。 弟に民俗学や考古学、産学書の名著を多数出版した岡書院店主の岡、茂雄、民俗学者の岡正夫。旧制松本中学を経て、陸軍士官学校に入学。1913年5月、同校を卒業し、不評第50連帯府。中位昇進後の1920年、不評士官として、シベリア出兵に参加し、 装甲車小隊長を務める。帰国後、陸軍不評学校に転任し、そこで、ホイペット、ルノー FT の研究に当たる。その後、軍事参議官兼教育総監、菊池慎之介大将の副官を務め、不評第59連隊府を経て、戦車隊に転属。1937年8月14日、不評中佐として、戦車第5大隊長に就任し、 助手作戦に参加。翌年7月15日帰国し、千葉陸軍戦車学校幹事、陸軍機構整備学校幹事と教育畑を歩き、1942年、陸軍機構整備学校長に就任。その後は再び指揮官に戻り、戦車第一旅団長、独立戦車第一旅団長を経て、終戦間際の1945年6月15日。 戦車第一師団長に就任し本土決戦の任を追うも叶わず終戦を迎える。同年11月に復員。1947年、公職追放を受けた後は、故郷の長野に戻って静かな余生を送り、71歳で亡くなった。戦車第五大隊長時代は、西住小次郎の上官にあたり、西住の名前を世間に公表したのも、再建自身の発案である。 ただし、当時よくあったプロパガンダ的なものではなく、ただ純粋に、西中の勇敢さと、高潔さを知って欲しかったというのが彼自身求めていた。ところであり、菊池博氏が、西中戦車長伝を執筆する際も、売名行為と思われないよう、自身の名前を極力出さないよう念を入れている。しかし、公表するや、否や、やはり西中は、プロパガンダの格好の材料となり、 深刻化された。軍心とは報道したマスコミと、便乗した軍本部が勝手につけたものであり、再建としては不本意なものであった。西中戦車長伝映画化に対しては、一切関わっておらず、やや批判的な見解をしている。彼自身、西中の人間性には、心底惚れていたようであり、戦後インタビューで、どうして西中のような人物があそこで死んでしまったのか。 全く運命としか思えない。彼の人間性には今でも漢字入っている。と語っている。戦車第五大隊長時代の再建と、西住小次郎 AB 戦車と戦車戦、P178、陸軍現役小行動総統官、実役定年名簿312コマ、陸軍現役小行動総統官、実役定年名簿221コマ。 陸軍現役小行動総統官実約、定年名簿190コマ。陸軍現役小行動総統官実約、定年名簿134コマ。陸軍現役小行動総統官実約、定年名簿134コマ。公職追放に関する覚書該当者、名簿21コマに記載あり。ありがとうございます。